ばんは、佐野元です。みんな元気になってますか？元レディオショーインニューヨーク。毎週この番組はマンハッタンにある僕の小さなスタジオから届けています。名前からカードが届いてるんですけども、これは宮城県のペンネーム伊藤ダウンタウンボーイからです。This Volume 4読みました。Volume 4で完結ということですけども、もう終わってしまうんですか？僕としてはもっと続けていってほしいんです。少なくともボリューム11までは、モータルなら絶対できると思います。頑張ってくださいってことですけども、このボリューム11というのはどこから出てきたのか僕はちょっと分かりませんけれども、同様のカードがたくさん届いてます。また個人的なことでちょっと申し訳ないんですけども、僕はこの This という雑誌をボリューム1からボリューム4にかけてずっと発表してきたんですけども、今回ボリューム4をもってとりあえず休刊。この続きすなわちボリューム5からはまた機会を改めて、新しいコンセプトで出直したいと思ってます。たった4冊ですけれども、今まで読んでくれたみんなにお礼が言いたいです。どうもありがとう。それから、だいぶ遅れちゃったんですけども、みんなからのバースデーカード、全国からたくさん届いてます。どうもありがとう。この1年に、1回必ずやってくる、この誕生日というのは一体何なのか僕はまだよく分かってないようなんですけども、みんなからバースデーカードをもらうたびに、やっぱり、1年経ったんだなというのが実感として感じます。今年の3月13日で、僕は27になりました。さて今夜のモタールレディオショー、月の第3週目ということでアルバム曲特集です。先週約束した通り今日は12インチシングル特集やってみたいと思ってます。こちらのレコーディングで僕も何枚か12インチシングル作ってみたんですけども、今日はその中から2曲みんなに紹介していきたいと思ってるんで、そっちの方も楽しみにしていてください。いつものように45分間最後までリラックスして楽しんでくれれば嬉しいです。 I wanna be with you tonight。カードが届いています。これは仙台のペンネーム Your Eyes からです。私がモトロにぜひ特集やってもらいたいと思っているのは12インチシングル特集です。去年あたりから12インチシングルはブームとなっていろいろなアーティストが試みています。12インチシングルは普通のシングルやアルバムでアーティストたちができなかったアイデア、アレンジ、遊びなどが入っていたりしてユニークな存在だと思います。曲が長いからダンスにはぴったりだけども、45分番組だと少し無理かな。でもモタールに期待してしまいますということです。12インチシングル特集やってくださいという、カード、他にも、広島県の山岡和美さん、それから杉並区の鴨下隆夫君、その他たくさんのみんなから届いてます。この番組でもよく、12シングルだとかエクステンデッドバージョン、あるいはクラブミックスなんて言葉が出てきて、佐野さん一体これは何なんですかという質問、はがきもらったりすることがあります。12シングルというのは簡単に言ってしまって、どういうものかというと LP の大きさをしたシングルということです。これだと説明になってないんですけども、LP の大きさになれば1曲の長さが当然長くなるわけで、通常のシングルだとかそれからまあ、アルバムではできなかったいろいろなクリエイティブなアイデアが、その中に盛り込むことができるということなんです。ということで今日僕が用意してきた12インチシングル、まず、みんなもよく知っているビリー・ジョエルのナンバーから紹介したいです。アルバムアン・イノセント・マンからカットされた12インチスペシャルバージョン。この中でも通常のシングルとは違ってサウンド面でいろいろな工夫されているのでちょっと聞いてみてください。 Tell her about it、 ビリー・ジョエル。
は途中で、ドラムとベースだけになったり、それからシングルバージョンではよく聞き取れなかったバックコーラスの動きなんかもこのスペシャルバージョンでは、グッと前面に出てきたりしています。まあ、通常12インチシングルバージョンを作るときに、どこを一番変えていくかというと、まずドラムとベースのサウンドをより強調した形に持っていきます。というのは、僕が今いるこのニューヨークでもそうなんですけども、ラジオやテレビ以外に、ディスコテークだとか、それからクラブといったところで、レコードが紹介されるケースがとても多いんです。でそういった残響感がすごく大きい、広いホールなんかでレコードをかける場合は、やっぱり音が硬くて、全体のサウンドがタイトでなければ、その会場中にそのレコードの音がワンワン広がってしまって、どんな曲なのか輪郭がはっきりしなくなってしまう。つまり、みんなが踊りにくくなって楽しくないということなんです。そこでこの12インチバージョンではまずベースとドラムの音をよりタイトにして強調していきます。家で聴いてもらうのもいいだろうし、みんなが踊りたいときには特にもってこいのサウンドになってるわけです。今日の1曲目はビリー・ジョエルの12インチスペシャルバージョンで、テール・ハーバートって聴いてもらいました。ミックスはジョン・ジェリー・ビーン・ベニティス、そしてエンジニアがジョン・ポトカー。この2人のことはまた後で話したいんですけども、次に紹介するこの12インチスペシャルバージョンにも、彼らの名前がクレジットされています。 Every day I write the book Elvis Costello。
Every day I write the book Elvis Costello アルバムパンチザクロックからの12インチスペシャルバージョン聞いてもらいました。ミックスエンジニアとして、ジョン・ジェリービン・ベニテッツそして、ジョン・ポトカーの2人がクレジットされています。この2人は、アメリカはニューヨークを活動のベースにしている、12インチシングル専門のエンジニアコンビです。ジェリービンの方は、現在、ビルボードの、ディスコダンスチャートというのがあるんですけども、このチャートの上位20曲のうちになんと半数以上が彼の手によるものだということです。そして、からもう一つ、マンハッタンのダウンタウンの方にファンハウスという大きなディスコテークがあるんですけども、ジェリー・ビーンはそこの専属 DJ でもあるんです。週末になると特にプエルドリカン系の、踊りが大好きな、連中がこのファンハウスに、みんな集まってくるんですけども、感動的なのは、本当にみんな真剣に踊ってるっていうことなんです。なんていうかいい加減な気持ちでディスコに行くんじゃなくて、もう自分たちに残ってるのはこれしかないんだという感じで踊り燃えるというか、まあそんなことはないんですけども、それくらい真面目にみんなダンスしてます。まあ、マンハッタには星の数ほど、ディスコテイクありますけども、ブラックミュージック系ではロキシー、そしてエスニック系ではこのファンハウス、この2つが何といっても僕の気に入っているディスコテイクです。話がちょっと横に行ってしまいましたけども、まあ、そのファンハウスというディスコの DJ、 そして、現在12インチミックスのトップエンジニアでもある、ジェリービン、もう一人紹介したいんですけども、このジェリービンを、ジェリービンと一緒になっていつも仕事をしているのがジョン・ポトカーという人です。もう知ってる人もいると思います。僕の今回のニューアルバム Visitors で、エンジニアとして参加してくれた人。この番組でも以前彼のインタビューを紹介したので、覚えていてくれてる人もいると思います。今日は後で、彼と一緒にやった、僕の12日シングルバージョンみんなに2曲、聴いてもらいたいと思ったんですけども、その前に、じゃあニューヨークでの、ニューヨークでのその12日ミックスのトップエンジニアがジェリー・ビーンやそれからジョン・ポトカーだとしたらば、イギリスではどんな人が活躍しているか、現在イエスのサウンドなんかを手掛けているトレバー・ホーンという人がいます。そのトレバー・ホーンが中心となっているアート・オブ・ノイズというグループ、これはグループというか、サウンドクリエイター集団といった方がいいと思うんですけども、彼らのレコードでちょっと踊ってみたいと思うんです。曲はビートボックス、アート・オブ・ノイズ。
て Yes、 カエラのスペシャルリミックスダンスバージョン。プロデュースは今紹介したアートオブノイズのメンバーの一人トレバー・ホーン。 Owner of a Lonely Heart Yes。Owner of a Lonely Heart Yes スペシャルリミックスバージョンで聴いてもらいました。12インチシングルというと、今日の前半でも言ったように、通常のシングルだとかアルバムでは聴けない、いろいろなクリエイティブなアイデアが楽しめるというのが一番の魅力じゃないかと僕は思うんですけども、今聴いてもらったこの Yes のスペシャルリミックスバージョンでは、元の曲の、例えばその歌の1番があって2番があって次に感想が来るといったようなそういう1曲の中の構成までも、こう一度バラバラに壊してほとんど違った作品のように、作ってあります。まあ、12インチシングルこれからも、アーティストたちがいろいろな工夫をしていろいろな形のレコードが出てくると思うんですけどもこのイエスとトレバー・ホーンの共同作業は、これからの12インチレコードの一つの方向を示しているように僕は思います。じゃあここで僕の新しいレコードの中から12インチのシングル聴いてもらいたいんですけれどもその前に今聴いてもらってるのは、これは12インチのではなくてアルバムビジターズに収められているバージョンです。曲はコンプリケーションシェイクダウン佐野元ある毎日ストレッチビートアップ去年はマリエンバート
今聴いてもらっているのが僕の新しいアルバムビジターズに収められているコンプリケーションシェイクダウンという曲なんですけども、今日番組の最初の方で紹介したジョン・ポルカーというミックスエンジニア、彼と一緒になってこんな感じの12インチスペシャルエクステンデッドクラブミックス、ちょっと新しい名前ですけども作ってみました。聴いてください。コンプリケーションシェイクダウン、佐野元春。
たい。続いて同じくアルバムビジターズからのシングルカットナンバー Tonight、この曲の12インチバージョンです、シングルの音の方は先々週この番組で紹介したのできっと覚えていてくれてる人もいると思うんですけども、こっちのエクステンデッドバージョンではどんな風に変わってるのか、その辺楽しみながら踊ってくれると嬉しいです。 Tonight 佐野元春。Tomorrow
さて今夜のモタハルレディオショーインニューヨーク12日シングル特集楽しんでもらえましたか、カードを読みます。これは、群馬の宮京子さんからです。この前ネーナの曲をかけてましたね。私はこのネーナが出てきた時にやったと思いました。というのは、ネーナはドイツのグループ、つまりドイツ語、英語以外の曲が英語圏でヒットした。これは快挙だと思います。それだけじゃなくて、これは他の言語を使う国のミュージシャンたちにもチャンスということが言えるんじゃないでしょうかということなんですけども、実を言うと今日みんなに聞いてもらったコンプリケーションシェイクダウンという僕の12日シングルなんですけども、こちらのマンハッタンのディスコ、特に、ファンハウスというところを中心にして、ちょこちょこ、まあ、いろいろなクラブなんかで、DJ がかけてくれてるんですけども、これが結構人気が出てきたみたいで、リクエストなんかがだいぶ集まってるようなんです。まあ、僕が一番感じるのはこの街で、音楽やってて、例えばフランスから来た人は、フランスから来たミュージシャンは、そのフランス語でフランクミュージック、ファンクミュージックをやってるし、ネーナみたいに西ドイツから来た人っていうと、例えば、ドイツ語でファンクミュージックをやったり、あるいはアフリカから来た人なんかも、自分たちの音楽でその自分たちの言葉で、独特の音楽を作り出して、でそういったこう文化がごちゃ混ぜになった音楽というのは聞いた時に不自然かというと全然そんなことはなくて、それぞれがなんか素敵なオリジナリティを持ってます。それだったらば自分がこの街で音楽作っていて、こちらの人とコミュニケートする時に、何も英語で歌う必要はないんじゃないかというふうに感じました。むしろ自分の、文化圏の言葉を使って、まあ、僕の場合だと、日本語になるわけですけれども、日本語をベースにしてインターナショナルなグッドミュージックを作っていく、これは決して不可能なことじゃないと僕は思ってます。これからもきっと、これからの日本のアーティストたちの音楽が、インターナショナルに発表される機会というのが、多くなっていくと思うんですけども、まあ、僕より先輩のアーティストたちのトライアルなんかも含めて、この先、いい感じで日本のグッドミュージックがインターナショナルに実っていけばいいななんていうふうに僕は思ってます。今日ちょっと、青年の主張風になってしまいましたけども、来週はいよいよみんなからのリクエスト特集、リクエスト待ってます。宛先は郵便番号150東京都渋谷区神南 NHK サウンドストリート元春レディオショーインニューヨークの係です。じゃあ今日のラストナンバーです。今聞いてもらってますけれども、アートオブノイズのアルバム Into Battle から、これはいいタイトルですね、 Moments in Love。 今夜はこの曲を聴きながらお別れです。 Bless me.